県は今日午前10時までに新型コロナの検査を842件を行い、1歳未満から80代の男女83人の感染を確認したと発表しました。これまでに感染が発表されている人と接触があったのが40人、今のところ経路がわからないのが34人となっています。クラスターでは、一斉 PCR 検査が終わった金沢市中央卸売市場で、 一人増えました運転士や車掌らに広がっている jr 西日本金沢車では新たに4人感染が確認されましたこのため七尾線は今日から運行本数を減らしていますまた一人が死亡したということです